よよ篠田ゆかよはい、というわけで皆様いらっしゃいますか？さっきの動画は消すね。というわけで始まりました。パチ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 。はい、篠田ゆかの一人でボカン再開するよ。というわけで、はい、レイヤーズオブフィアー第2週目というわけで、皆様お待たせしましたね。ちょっとね、お家の Wi-Fi ちゃんがね、違う、お家のパソコンちゃんがね、Wi-Fi ちゃんのこと嫌い嫌いって言ってね、なぜかね、Wi-Fi に繋がってくれなかったっていうのが原因でした。というわけで、ここから気を取り直して配信していきたいと思います。はい。というわけで、大丈夫だよね。はい、大丈夫。というわけで、早速画面を変えていきたいと思います。よいしょ。はい、壊れてないよ。よいしょ。はい、皆様こんばんは。ごめんなさい。篠田ゆかです。よろしくお願いします。一応ね、ホラーゲームっていうことで、顔を出してやっていこうと思っているよ。頑張ります。さーてと、一応、ああ、これ画面でかいな。ちょっと自分の方の画面ちっちゃくさせてね。あ、ちっちゃくなんない。なんないのか。なんないのか。じゃあ、こっちをこうしようかな。はい。というわけで、コメント読みながら遊んでいきたいと思いますので、皆様コメントがありましたら、ぜひよろしくお願いします。止まってないよね。というわけで、今回からはこっちの YouTube っていう方で、こっちのね、1の方を見たい方は、1の方は、1の方は、YouTube にはなくて、フレッシュの丸ボカの、ところにあるので、1の方が見たい方は、フレッシュの方で、マルチでボカンを検索してください。あ、このチャンネル、マルチでボカンって言います。いつもなら、私、篠田ゆかと、声優のエレッキーさんと、あと、声優じゃない、ゲームライターのタテリーと、3人でやっている番組ですが、今日は一人でボカンということで、篠田ゆかが一人で、こちら YouTube という風に作ったので、2枚目の絵を作っていこうと思います。あー、来たよ。ありがとうございます。篠田さん、ありがとう、篠田さん。というわけで、2週目、違う絵を描いていこうと思います。前回のこっちの1週目の時ね、1週目の時に描いた絵はすごい一番簡単な絵だったらしいので、今回はもうちょっと上の方を目指したいと思っているんだけど、上の方を目指すってことは結構怖いところを通らなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにちょっと恐ろしく思っております。皆様の応援がとても力になります。ぜひコメントたくさん書いてください。あ、こっちかな。コメントたくさん書いてください。よろしくお願いします。よし、というわけで始めていきたいと思います。ドゥン。あ、音のバランスいいかな。結構音のバランスがさ悪いとみんなにあんま音が聞こえないから、労働か。何もしてないんだけど、労働になっちゃったのか。はい。続きからがないので、最初からになります。これは、セーブが自動セーブで、一周回って、来ないと、終われないので、多分今日2時間コースかな、というふうに思っております。では、行きたいと思います。最初から。今回はどんな絵かな。後ろのゲームの音がちっちゃかったら言ってくださいね。ゲームの音あげるので。これね、結構ゲームの音と、あと、効果、視覚的効果がものを言う。っていうか、見てる方にも楽しいかどうかっていうところでものを言うので。そのあたり、皆さんも教えてください。音のバランス OK。ありがとう。そしてね、心を落ち着けるっていうハーブティーを持ってきていました。心を落ち着けながら頑張りたいと思います。お前の心の内をわかっている。喪失、孤独、絶望。Hopeless. 今回、でも文字も読めるかな。当然の報いだろう。それでも、まだ道はある。すべてを取り戻す道があるのかな。みんなね、一周目は知ってるから、どんな結末かは分かってると思うけど。心の底から渇望してた、ただの、あー、読めなかった。Finish it. 終わらせねば。あれかな、YouTube だからちょっと画質いいから、文字読めるかな？もしかして。ここは日本語訳ないのね。というわけで、
始めていきたいと思うが、何をしていくと物語が変わってくるんだろう。電気つけてみたんだけどさ、電気つけてもやっぱ嫌な感じは嫌だね。視力検査並みの小ささだけど、なんとか読める。ほんと？よかった。これはレイヤーズ・オブ・フィアーというホラーゲームですね。私が選択する道によってエンディングが変わるそうです。で、この話は、まあ一周目をね、あっちのフレッシュで見てくれた人はわかると思うけど、終わりが変わるというか、自分の描く絵が変わるそうです。自分は画家の役っていうの、画家の先生になっているんだけど、だんだんね、頭が狂ってきちゃうらしい。この辺も調べていくと変わるってことなのかな。でもこの辺は結構前回調べたと思うんだよな。あ、もうこれで室内か。もっとなんかないの？犬と、もうなかったっけ？ないんだっけ？ないんだっけ？こっちは出れない？こっちは出れないか。じゃあ行くか。なんかね、この辺の絵とかね、こういうのが何回も出てくるんだけど、これ。ああ、これ自分なのかな？自分、あ、でも娘二人いるから違うのかな？よいしょ。もうびっくりしないんだぞ。さすがに、いろいろあって、ここは2週目だけど3回目だからな。もうびっくりしないぞ。よいしょ。で、これを、スペースを押すと、こうやってね、翻訳が出るっていうね。芸術家の勝利。個展開催に批評家もなる。時には新たなるカラバッジョと呼ばれ。新たなカラバッジョ？カラバッジョって何？カラバッジョと呼ばれ。また、ある時はファンエイクと比較されてきた画家。そして、度肝を抜かれたとある批評家、匿名を希望は彼をこう評する。偉大なるレオナルドの精神を継ぐ者。彼の展覧会は、あらゆる方向から見て、非の打ち所がない大成功であった。の独特なスタイルは、ルネッサンスの影響と近代的なテクニックを融合したものであり、高く評価されていた。画家本人は美しい婚約者を伴ってオープニングイベントに出席。黒いガウンに身を包んだ彼女は、実に魅力的が、本誌のみに明かしてくれたところによると、すでに二人の間には、間にはってことは、お子ちゃまかな？お子ちゃまがいるぞってことかな？いろんなところが開くね。この辺も影響してくるの？この辺影響してこないんだったらさ、チャカチャカって言っちゃうけど。どうなんだろう。あ、でも、あれか、写真とかあるのかな？あ、もしかしてさ、あれか。あ、違うか。これ自分だよね、多分。ヒゲ。あ、ってことはやっぱりさっきの絵もこの本人だったのかな。この辺で見た写真とかは収集できないのかな。世界に行くためには、私が振り返ったりいろいろしなきゃいけないってことなんだよね。でもさ、本当妻に会いたくないんだよね。妻に対して失礼だけどね。妻が怖いんだよ。よいしょ。前略。大変恐縮ではありますが、これ以上弊社の害虫駆除専門スタッフの手を煩わせるのも、不適切な手紙をお送りいただくのも、金輪際やめていただけないでしょうか。私の母は尊敬たる人物であり、あのような謗りを受ける筋合いはございません。お宅の調査に伺った弊社従業員は皆、げっ歯類による被害の痕跡が一切認められないことに確認しております。あれ？じゃあネズミいないってこと？ネズミいないってことなのかな。初めてだ、篠田、篠田来てくれてありがとう。どんどんコメントして。
怖いから。従いまして、予防薬の3服以上の処置は致しかねます。この手紙は弊社の最終的な回答であり、今後連絡いただいた場合は、弊社顧問弁護士が対応することとなりますので、あらかじめご了承ください。そうそう。カール・デントン。ベスト・バスターズ・カンパニー。え、じゃあ、ネズミは全部、あれなの？この人の妄想なの？でもさ、完全ネズミ中心で話回ってたよね、一周目。今見始めた方何度も言いますが、一周目は、マルチでボカンのフレッシュの方にございます。YouTube には2週目の方を今日から始めていきますので、不定期になるとは思いますが、ぜひ一緒に楽しんでってください。で、今はこれはプロローグって感じかな。オープニングでもない。オープニング？プロローグ？まだ第1章も始まってない状態ですね。これがさ、筆記体がさ、読めそうで読めないんだよね。誰か読める人いる？ロウ。もう。ける？ 名前わかんない。 読めそうでなんか目がおかしくなりそう。ここお風呂入りたくないな。筆記体わからぬ。英語は苦手です。あら、丸山さんも来てくださってありがとうございます。このお風呂さ、嫌な思い出しかないんだよね。プロは結構みんな最終、第1週目の最終で来たので、覚えてる方も多いんじゃなかろうか。開かない。開け。お、なんだ？あれ？こんなのあったっけ？こんなの見れたっけ？私これが見れた覚えないな。よいしょ。ああ、包帯か。あれ、包帯だっけ？これ1週目で見たな。見たけど何だったっけ、この包帯。ああ、何の包帯だったか忘れた。よいしょ。れ、こんなの見れたっけ？ラットポイズン。ネズミが本当倒したいんだね。この人はネズミがいると思ってるんだね、やっぱ。これもなんか読めそうだけど、あんまり意味はないかな。次。止めてみた。こっちは出ないと。鏡には映り込めなしにしてあったはず。よいしょ。お、なんかあんじゃん。アキレス腱。アキレス腱じゃない。アキレス義肢製作所。膝下義足一足。なんだこれは、長さが合ってないぞ。男子のダンス来てくれてありがとう。今2週目のまだプロローグというかオープニング前ですね。第1章前をやってます。このね、多分画家先生が足引きずってる感じの歩き方なんですよね。カッタンカッタンって。なのでこの画家先生の足ではなかろうかと思われますよ。この辺も特にないですね。とにかくこのゲーム綺麗なんですよね、この明かりとかが。これがね、最後の方までね、続いて、とても見ていて美しい世界なんだけど気持ち悪いっていうね。昨日のことはすまない。君が正しかった。大げさにしすぎたよ。ただ自分のためじゃない、あの子のためなんだ。全部あの子を思うからこそしたことだ。不完全な世界でも完全性を求めて努力することにはきっと価値がある。私はそう信じてるよ。あー、まるで親父みたいなことを言ってるな。とにかくカッとならないよう努力するよ。約束する。後で話そう。愛してる。昨日、旦那さんが怒っちゃったみたいですね。多分、妻ではないよね。立ち方だけで。一応、おそらく、そういえば、マルボカのサムネが篠田ゆかの一人でボカなの。あ、サムネさっき変えた。昨日のマルチのボカだよね。昨日の丸ボカのサムネはさっき私が変えたので多分ピンク色に変わってるかと思うよ。なぜかサムネがね、代表者篠田ゆかになってるね。乗っ取った感あるね。よいしょ。あ、これは開かないと。何があるかい？
あるじゃん。時計。この辺で拾えるもん、結構話の途中にも出てくるものが多いような気がするのは私だけだろうか。一周目で結構見たものが多い気がするんだよな。あー、よいしょ。ん？丸山市はプレイしないの？丸山市プレイする？フェイヤーズ・オブ・フィアー。なかなか怖いですよ。ちょい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 って言っている丸山市の姿が目に浮かぶよ。リトルビニー&パートナーズ。ネズミでお悩みですか？今すぐご連絡を即座に解決します。555-3825。スピーディーに手際よく、個別対応も OK。よくありそうな感じだね。丸山市さっきまでいたけど、もういないのかな？Far away. ネズミ取りですね。これが、しないっす。音符。すごいワクワクとしないって言われたね。これが、こうね、近づくと、バタ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 って。最初はびっくりしたけど、さすがに2回目はびっくりしないな。3回目か。諸事情により3回目ですね。確か私、1回目を2回やってるんだよね。なぜか。よいしょ。こっちがキッチンかな。この暖炉は何もない。キッチン行きまーす。よいしょ。キー。二人の配信見ちゃってるからな。でもさ、違う絵ができるんだよ、だって。丸山ホラゲやってもつまんないからな。テカテカするよ、きっと。誰よりもきっとテカテカする。開かない。よいしょ。この辺開くけど、何もないんだよ、毎回。ここ？メモ用紙。はい。絵の具。ローズドーレ。バーントアンバー。シェンナ。鉛筆25本。芳香剤50パック。リンゴ 10kg。酒30本。多いよ。適材適所やな。まあそうだね。三人ともバラバラだからマルチでボカンも面白いんだもんね。って毎回思うよ。エレキさんはゲーム下手なものが多いけど。あとは今更だけどザリーさん今日も可愛い。ありがとうございます。そう言っていただけると今日も元気にホラゲやっていけます。頑張ります。途中で多分渋い顔になるだろうけど。まあね、この、まだ、始まる前はね、そんなにだけど、さすがに多分始まってからは、怖いと思うんだよなぁ。あれ、この辺何もないんだっけ？なんかもう、一周目の嫌な思い出しかないんだよ、今。一周目結構キッチン怖かった気がするんだよな。え、この辺もさ、関わってくるの？この辺は関わってこないの？なんかもう、私、フレッシュでやった一周目で、見てないところはないと思っているんだけど、どうやらたくさん見てないところがあるらしく、困っちゃうよね。それを全部見てかなきゃいけないんでしょ？ああ、でもエレベーターが上に行くとか下に行くとか、髪型がいい。ありがとうございます。上に行くとか下に行くとかが、まだ変えられるか。それ以外さ、振り向けとかさ、妻の方振り向くとか絶対嫌だし。さすがに暗いと嫌だな。電気。ああ、なんかもう。あった、よかった。ダメだ、暗いところ入ろうとするとさ、暗いとこ入ろうとするともうなんか、鳥肌立つ。嫌な思い出しか蘇らない。特に何もなさげ？あれ、ここ何もないんだっけ？なんかあった気がしたけど。でも何もないか。
ないっぽいな。じゃあ出てきます。一応これチュートリアルなんだよね、きっと。こういうことが起きますよ、みたいな。ああちょっと、ちょっと。このドアがね、押すと閉まっちゃうあたりがね、ちょっとリアルっぽくてね、嫌なんですよね。で、これで入っちゃうにはまだ早いよね。あそこが多分、アトリエなんで入り口なんですが。このね、絵が結構、ほんとね、レイヤーズ・オフィアの、絵がこれなんですよ、アイコンが。ほんと嫌い。この絵ほんと嫌い。気持ち悪い。部屋が鬼神だ。部屋が鬼神だ。怖いんですけど。何もいないよね。やだ。ただでさえ怖くって、今回は電気をつけてみたのに、部屋の電気を。ここの絵もね、いつの間にか減ったんだよね、確か。前回。よいしょ、よいしょ。あ、この絵も嫌い、この絵。この絵。この一番上の、今中心にあるこの絵。この絵も嫌い。結構なんか、いろんな、キーパーソン的な感じだったけど。徹夜で仕事してたんだ！起こさないで！ここは旦那様の部屋かな？私の部屋かな？じゃあ。ここは？ここは違うんだ。じゃあ旦那様の部屋入ろうか。ピアノ先に行く？どっちがいいんだろう。こっちなんだっけ？あっち寝室だよな、確か。確か寝室だった気がする。あ、こっちが書斎か。こっちが書斎で、あっちが子供部屋で、こっちが寝室か。このお家の間取り覚えちゃった。これが楽譜ですな、普通に。これを弾くと、いろいろ落ちるはずなんだけど、弾く前に見ると、今落ちたのかな？今何が落ちたの？何が落ちたの？え？待って待って待って、私、怖がる要素ないはずだったんだけど。え、何？え、何も落ちてないし。え、どこで何が落ちたの？え、わかんない、わかんない。何？怖いんだけど。今回も相変わらず泣きそうになるな、これは。明るいのに。明るいのに、早速笑う。これはわかった。これはわかってた。これは覚えてるもん。さっきの何が落ちたの？怖いんだけど。あ、ん？弾くと？弾いてもなくなってない。あ、弾いてもなくなってないじゃん。あれ、弾いたらなくなるんじゃなかったんだ。じゃあどうしようかな。どこ行こうかな。寝室。寝室かな？書斎かな？どっちだろう？寝室から行く？起こさないでくれ。入れるかな？あ、いた。あ、開かない。よいしょ。そう。ここの部屋は結構これがあるよね。止まれ。止まんない。止まった。そうそう。この部屋は結構、この、なんだ？レコード？レコードがなんかいろいろとやってくれるよね。そうだ。みんなに言われた。泥棒さんみたいに下から開けって。今思い出した。下から順番に開くとゲーム効率がいいって言われた。そうだ。あ、これ初めて見る気がする。あ、そんなことないか。新たなるミュージックシーンの顔。オペラの夜は忘れられない夜へ。まだ音楽家として知名度があるわけではないが、そうなるのも時間の問題だろう。彼女は昨晩のパフォーマンスで、類稀なるマルチプレイヤーとして素晴らしい実力を示し、最も辛口な聴衆さえもうならせた。まさに素晴らしいの一言だ。ここ数年見たことのないパッションにエナジー、そしてスキルを堪能させてもらったよ。
そう絶賛したのは著名ピアニストのダニエル・リヒター氏。サンジの声はこれにとどまらない。でも辛辣な批評家のアンソニー・ジャイルズ氏でさえ認識を認めたようだ。ジャイルズ氏は以前、音楽というものは情熱と可愛らしい顔だけで表現できるものではないと彼女を否定的に評していた。昨晩のパフォーマンス鑑賞後、考えを改めたのかと尋ねたところ、ジャイルズ氏は、威風と罰の悪さが入り混じったような表情をした。さらに追求すると、氏は一言、ああ、と短く答えた。我々は新たなスタートを対面し、てんてんてん。なるほど。妻は素晴らしい音楽家だったということですね。旦那さんが画家で、妻が音楽家で、娘ちゃんなかなか大変な将来になりそうだな。サラブレッド中のサラブレッドだよね。意外と始まる前からあるんだな。くそ。こんなに最初から驚くつもりなかったんだけど。どういうこと？へへん、知ってるしって感じで行くつもりだったんだけど。すまなかった。眠れなくてね。足がまた痛み出した。仕事をしていた方がマシだと思ったんだ。愛してるよ。旦那さんは一緒に寝ないで下に行って仕事をしたってことかな。二世はダメになる説が。まあ、それなりにやっぱり努力しなきゃいけないよね、きっと。炎に包まれるギャラクティック。グランドオープンにて大火災発生、逃げ惑う数十人もの人々。ギャラクティックデパート待望のオープン当日、建物の配線から火の手が上がり、現場はまさに地獄絵図と化した。多くの訪問客は非常出口から避難できたものの、数人の出席者は不運にも建物の裏手に閉じ込められ、炎からに逃れることができなかった。現時点では正確な被害者の数は不明なものの、少なくとも12人以上が重傷を負った模様。この悲惨な事故について、ギャラクティックのオーナーであるドナルド・シェフィールド氏はこれまで一切のコメントを拒否している。火事があったよってことね。まだなんかある？ん？これ見た覚えないな。あー、これもキーになるやつだな。こっちは？この家ほんと手鏡が多いんですよ。この日も何もないと。あとは。あ、まだ二部屋あるか。子供部屋も嫌いなんだよな。ほら、あの顔大嫌い。なんであそこに飾るかな。よいしょ。この人が結構キーパーソンって言ってたはずなんだけど、この人私、前回の一周目の時、全然見つけられなかったんだよね。True Story, The Picture of...ドリアン・グレイ。この人が何なんだろう？トゥルーストーリー。本当の話？どういうこと？なんか、みんなね、結構ドリアン・グレイこんなところにいたのかって一周目の時に言ってたから、私もしっかり一周目にやってる時にもっと出会うものだと思っていたが、彼との出会いはここで最後でしたね。前回は。今回はもうちょっと彼と出会えるように。二周目頑張っていきたいと思うよ。でもほんと、どこが足りなかったんだ、私。私、自分が足りなかったところがわかんないんだよな、ほんとに。時々ね、今振り返れば何々があったのにとか、教えてくださったけど、すでに覚えてないしな、そこに。そこがどこなのか。ないね、ないね。結構びっくりしているけど、もう30分経とうとしているのか。よいしょ。今回は一周かな。一周目やって終わっちゃうかな、この調子だと。何周もしてね、だんだん謎を解いていくというか、不思議な世界に吸い込まれていくんだけど。よいしょ。いっぱいあるね、いろいろ。鍵拾った。
違う違う。調べる箇所が多いからね。すべて見つけるのは難しそう。ね、そうだよね。悪かった。埋め合わせをさせてくれ。今夜は二人の特別な夜にしよう。約束したのに。ん？これは、旦那さんと妻なのかな？妻の文字なのかな？どうなんだろう。下から、下から。何もないのかな。なんかあるメモが。親愛なる友へ、一つ質問させてくれ。君は完全に行かれちまったのか？君が苦しい時を過ごしていることはよくわかってる。だからこそ、旧友のよしみで、例のイラストの仕事を回したんだ。あの、赤ずきんちゃんの話か。しかも、なるべく楽な仕事をって思ってね、そうだよね。赤ずきんの差し絵ぐらい君なら眠っていても描けるはずだろう。でも、子供向けのおとぎ話の差し絵として君から送られてきたこれは、まるで狂気と悪夢の爆弾じゃないか。こんなもの使えるわけがない。前払いに同意したことを後悔してるよ。しっかりしてくれ。君の古くからの友人、リアム・ブリックストーン。ウィスバードテイル出版社。友達がね。ああ、これこれこれ。これね。赤ずきんちゃんの。ここからだよね。ほんとひどい。よくない。これは泣いてしまう。これは、絵本としてはダメですね。怖いですね。トラウマになっちゃう。結構さ、ちっちゃい時のトラウマアニメとかあるよね。というわけで、これはここで終わりかな？こっちランプないもんね。この部屋終了ということで。あとは子供部屋か。ああ、この部屋入ったらなくなってんのかな、あれ。あそこに飾ってあるから。どうなんだろうな。ほんと嫌いって言ってたあの絵がなくなってるっていうね。ん？氷の音？氷の音？ん？どこだろう。これも入れないと。くまちゃん。子供部屋だけで怖いよね、基本的に。確か、キーになるやつだった気がするな。下から下から。どうしても上から出ちゃうな。何もない。これも何もない。これも確かキーになったやつだよね。多分、今私は2周目なので、1周目を見てない方はあれかもしれないですが、意外となんかね、同じようなものが置いてあるっぽいですね。電気。消しちゃった。つけたつもりが。よいしょ。よいしょ。ないね、何も。何かあるかーい。よいしょ。よいしょ。何もない。何もない。この辺も何もない。何もないかな、この部屋。この辺も何もない。何もない。よし、何もないな。よし。この鍵は下のアトリエの鍵かな。あれ？そこの、正面の部屋は、この鍵じゃないよね、多分。違うよね。これだけ血まみれの部屋だからちょっと入りたくもないしな。よーし、降りるぞ。よし。というわけでこの部屋に入っていきたいと思います。旦那様。お言いつけの通り、アトリエには一切手を触れておりませんが、あそこまでひどいありさまとは想像しておりませんでした。そんなにもアトリエをお気に
かけておいででしたら、鍵を置く場所についてもっとお考えになってはいかがでしょうか。鍵はオフィスに戻しております。良い一日を。あ、さっきオフィスに戻しておいたってことなのか。よいしょ。入ります。全然ここから覚えてないな。どうするんだっけ。全然ここから覚えてないなっていうか、最初から大して覚えてなかったけど。今度こそうまくやれ。はい、今度こそうまくやります。ちょっと身に染みるな、この言葉。よいしょ。あ、取れちゃった。結構ね、このマウスの微妙な動作でいろいろと動かしていくんで、開けたり閉じたりだね。おいおいおい。あ、瓶が割れてるのか。最初はこんな綺麗って言っても汚いけど、こんなに何もない部屋だからね。それ読めるっしょ。読めないんだ。読めそうな書類なのに。読めそうな書類結構多いのに読めないですね。メモを使ってあなたと会話をするのはもううんざり。我慢ならないわ。私たち同じ家で暮らしてるのよ。仕事が終わったら部屋に来て、寝てしまう前にね。さっきの話から行くと、部屋にいたとしてもすぐ帰ってきちゃうんだろうな、旦那さんは。どうなんだろう。集めてくる素材も変わるのかな？持ってくるものによって。持ってくるものっていうか調べたものによって。まだ開きませんね。一応、これが、セーブみたいな感じになってて、一周するたびに何かここに一つずつ棚に物をしまえるんですが、今はまだ、オープニングなんで何も開いてないですね。よいしょ。えい。これもなんか確か、あれだったよね。そういうキーポイントになるものだったよね。よいしょ。喪失。当然の報いだわ。終わらせるの。この手紙も変わってくんだっけ？手紙も変わってったんだっけ？というわけで、レイヤーズ・オブ・フィアー2週目、始めていきたいと思います。はい、オープニングに1時間かかりました。あー、疲れた。とりあえず、お茶飲みます。ふぅ。というわけで、ホラーゲーム配信2週目ですね。行きたいと思いますよ。じゃ。頑張、ありがとう。パチパチパチありがとう。はい、一番最初の絵です。何もない状態ですね。とりあえず今日は、一周して終わりたいと思いますので、次の一周できっと1時間ぐらい使うんじゃないかなと思います。はい。頑張りまーす。行くぞ。こっから、初見さん、もしいらっしゃいましたら、初見さんには十分音量に注意してもらいたいと思います。ここから多分篠田叫んだりすること、多々出てくると思いますので。あとはぐだぐだ、あー、どうしよう、行こうかなー、あー、やだなーっていう回数も増えると思います。あー、でもそっか。ちゃんと、こと細かに見ていかなきゃならないのか、前回と変えようと思ったら。なかなかだな。やだー。今度こそ、うまくやれ。いきます。いきます。というわけでね。はい。さっき入ってきた時とは違う道になっているということで、こっから、もう迷宮です。この頭が狂った画家先生の精神世界になってくるので、もう何やっても迷宮です。もうこれ戻れるのかな？あ、戻れません。はい、戻れません。毎回私が戻ろうとすると戻れないんだよな。
事細かに見ていくとかどうしたらいいんだろう。でも、多分3章ぐらいになるまではまだ妻が出てこない分。いた。いるよ。いるけど拾えない。何なんだ。一応前回やった時に、夫婦の写真とか、メモとか、ネズミは頑張ったんだよ。ネズミ系は頑張ったけど、夫婦の写真系が何にも頑張れなかったから、今回は夫婦の写真系をちょっと頑張りたいなって思います。すでにため息。頑張、ありがとう。シノダース、ありがとう。来てくれてありがとう。今、一周目が始まったばかりです。一周目が始まったばかりですでにため息が止まらない。あー、閉じちゃった。よいしょ。あ、もうどんどん、知ってる人も知らない人もコメントください。あ、エリキさんいる、こんばんは。そうなんです。エリキさん、今いるかどうかわかんないけど、さっきまでいました。もう、おしゃべり配信でもありますし、私のこのゲーム実況は。おしゃべりしながら、余分なこと言いながら、怖さを紛らわしながら行きたいと思いますんで。ぜひ皆様、私の怖さ緩和にご協力お願いします。篠田さん、何ですか？メモがあった。夫婦の絆を取り戻しましょう。二人の関係を再構築しましょう。婚約の喜びを再度見つ、あ、結婚の喜びを再度見つけましょう。愛の炎、愛の炎の、愛の炎よ、再び、噛みまくり。悩んでいるのはあなただけではありません。映画のスクリーンに映るのは完璧に見えるカップルたち。けれど、現実の世界を生きる私たちは知るべきです。完璧な人などこの世にはいないのだと。多くの愛し合うカップルが二人の関係について悩んでいます。ただし、悩んでいるからといって、二人の関係が終わったということではありません。必要なのは、ちょっとしたメンテナンス。二人の関係のお手入れを私どもがお手伝いします。当社のコンサルタントは、全員各分野のエキスパート。お二人の問題の原因を究明し、無理のないペースで解決に導きます。ちょっとしたすれ違いでも、お金の問題でも、性格の不一致でも、どんな問題にも必ず解決する方法があるのです。手遅れなんてことは絶対にありません。はい、っていう広告ね。こんばんは。髪切った？髪型かな？髪型ですね。普通に止めてるだけですね。二人の関係を再構築。エレキさんとの関係を再構築しないと。再構築も何も、エレキさんとはま、何、あの、この間もフレンド申請来てたけど、フォートナイトで。フォートナイトのフレンド申請拒否してたからね。友達じゃないんで、って言って。さすが声優さん本物っぽい。わら、ありがとうございます。ナレーションの仕事もしてるよ。よいしょ。この話結構絵は出てくるけど、絵を一生懸命覚えてたけど、そんなに絵関係なかったんだよな。さすが声優さん、いい声ですね。ありがとうございます。震えてる。一応ね、うるさかったんで認証してあげましたよ。お、なんか書いてある。マス、手の、手の届かないところにって書いてあった。手の届かないところになんだ？ムカつく。おしのだほいほいじゃないか。目をひんむいてしまった。手の届かないところに？何もないじゃん、これ。ドアから戻れってこと？この部屋はもう何もないかな。くぬぬぬぬぬぬ。あれ、こっち開いたっけ？こっち開いたけど何もないのか。何もなさげね。何もなさげね。よし。はい、違う部屋、違う道。もう、進んでは、戻るも繰り返さないといけないんだね、きっと。あと、振り向いたら変わってるとかもある。ん？え、変わった？もしかして。あれ？そんなことない？振り向いたら絵が変わってるとかっていうのもあるって話だから。あと、道が変わってる？さすがに変わってないか。まだ一周目だもんね、言うても。
そんなこと言ってると取り逃すかな。写真発見。裏は向けられないのね。あ、撮った。写真以外はなさげですね。この辺のメモも関係がない。よし。絵も変わってない。とりあえず電気消してみる？うん、なんか書いてある。堂々巡り。堂々巡り。確かにね、このゲーム堂々巡りなのよね。メモ。よいしょ。親愛なるご夫婦へ、隣人として親切心から、ただし強くご忠告させていただきます。夜間は声を抑えていただけませんか？ご夫婦の問題はご夫婦間で留めていただきたいのです。私たち、特にうちの子供たちには何の関係もない問題です。世間の誰もがフリーの芸術家ではないことにもどうかご配慮ください。すいません、家の周りの皆様、うるさいかもしれないです。生活のため、早起きして働く必要がある人間もいるのです。私たちには睡眠が必要です。もしこの調子で騒ぎが続くのであれば、残念ですが警察に通報せざるを得ません。そうそう、疲れ切った隣人より。よく聞きますね。叫びの練習をしていたら、うるさいと怒られたとか。我々も人事とは思いません。よいしょ。電気消したけど意味はなかったな。堂々巡りのままだもんね。これで戻ったらなんか変わってるとかあるのかな？いけない。いけなかった。さすがにまだまだそんな分岐はないと。これは戸棚から開けようかな。戸棚。何もないかな。何もないっぽいな。何もないっぽいですね。なんでこう肖像画が多いんでしょうね。ここもある。メモっぽいけど関係がない。なんかクリックできないメモ多いのよね。 この辺も関係がない。もう窓、さっきビビらされたから窓嫌い。これはいけるんじゃない？いけた。招待状。何々の挙式を行いますので、ぜひともご出席ください。式場、聖ルカ教会。日時、6月19日土曜日午後2時より。これなんだろう。これ初めて見た気がする。これは読めない。絵の具。これも読めないの？これも読めないの？この銅像なんか近づくと怖そうな気がする。 数字？数字？え？数字なんだろう？あ、今の招待状？招待状かな？招待状。ってことは招待状見てるのか、私。6月19日2時。619かな？ 619？ 6がいい。あ、6がいい。61。あ、9がいい。え、違うの？違うの？ 619 じゃないの？違うんだ。え？ 619 じゃない。6月19日2時。え？ 19 日2時？じゃあ。10がいい。19日の2時？あ、違う。違うんだ。え、わかんない。なんだろう。もうちょっと探すか、じゃあ。
ね、6月19日2時。え、違うの？ついた。うぅー！あ、そういうこと！そういうことね。548。全然違った。全然違った。548。548。全然違った。5。5がいい。4。4、4、4。8。あ、違う違う違う。うん。8。いた。いた。ドンって言ったけど何？ドンって言った音には関係がない？開いた音？何？過去の報い。この世で最も美しい芸術作品に自分の名前がついていないなんて考えただけで死にたくなる。だから結婚してくれないか？え？この世で最も美しい芸術作品に自分の名前がついてないことを、え、妻にってこと？妻に自分の名前がついてないってそういうこと？ん？妻が美しいけど、その相手が自分だってことが証明されてないことが嫌だってこと？なんかもうさ、その時点で結構狂ってない？そんなことはない？これさっき見たね。だから僕と結婚してくれないかって、なんかちょっと嫌だ。言い方嫌だよね。もっと近づいてみろ。もっと近づいてみろ。もっと近づいてみろ。どういうこと？おお、ついてるついてる。Never forget. 忘れるな。束縛感。ね、束縛感あるよね。こっちはもう出れないのかな。ダメ。一方通行ですね。Never forget. 結婚したってことってこと？どういうことだろう。これってもしかして夫婦？夫婦なのかな。あ、そんな気がする。ここは夫婦の、その、あれか。ってことはこれ奥さんの顔ってことか。何もない。最初の時あんまり思わなかったけど、ここから物語が始まる的な？そういう感じ？これあったっけ？押せない。押せなーい。何もないか。ん？近づいてみようって何なんだろう。わからない。行こう。車椅子じゃなかった。車椅子嫌い。このゲームでね。このゲームの車椅子嫌いなんだ。怖いか。ギーギー言ってる。やだ。自分が当たると閉じちゃうんだよね、このゲーム。ちゃんと、しているから。よいしょ。何もないね。ま、メモ発見。また私のアトリエを覗き回っていたな。いいか、これが最後だ。アトリエには決して入るな。たとえドアが開いていても、絶対にだ。これは最後の計画だ。警告だ。次にやったら新しい仕事を探すことになるぞ。お手伝いさんに言ってるのかな。さっき鍵の置き場所気をつけてくださいよって言ってたもんね。その他にはない。あれに近づきたくないんだけど。近づきたくないけど近づけって言ってるよね。嫌だ。そうね。当たり判定あるからね。取っとこうかな。これがキーっていうだけで怖いわ。よいしょ。はい。近
近づくか。嫌な感じだ。なんだ、意外と何もないじゃないか。揺れていただけね。何もないよね。ここから飛びたらビーンって言わないよね。ネズミ捕りだ。何もないよね。何もないよね。私、こんな怖い思いしてるのに、一周目と同じ結果とか嫌だからね。何が変わってくるんだろう、本当に。やったからには、やっただけのものをちゃんと残したいよね。一周目とは違う。1時間経ってるから、もし、一周目知りたいぞっていう方は、この YouTube のチャンネルにはないので、マルチでボカンの、フレッシュのチャンネル見てください。レイヤーズオブフィアー、篠田由香の一人でボカンでやっております。全4、5回ぐらいかな。視聴者としても違う結果が見たいところ。そうだよね。ちなみにこの地球儀、何か意味があったことはない。一周目と同じとか泣いちゃう。わら。ね、泣いちゃうよね。みんな泣いちゃうよね。我々の時間を返してってなるよね。ちょっと丁寧に見てってるんだけど、どう思う？この感じでいいのかな？ 一応丁寧に、今までにないほど丁寧に見ていってるつもりではあるけど。しかしながらクリックできるところが発見できない。でもまあ、そうだよな。一周目もこの一回目っていうのかな。一回目は結構、取り逃しそんなにないと思うんだよな。縦 D の途中で終わったのもあるよ。そうだね。縦 D の途中で終わったやつもございます。多分私よりも飛び跳ねていると思います。私はどっちかっていうとボリューム担当。縦 D はどっちかっていうと視覚担当です。あとは、あ、これ、あれ？落ちるんじゃなかったっけ？落ちるっていう暗示だよみたいな話をされた気がする。落ちたくない。まだ落ちたくない。私まだ調べたい。自分で開かないでしょ。どこだ、どこだ。ない。お、ここにまた自画像ブロンズ像がある。何もないな。何もないの？本当に？なんかちょっとぐらいあってもよくない？あれ調べて落っこちますか？鹿ちゃんは？鹿ちゃん何もない。ほら、このさ、光の表現が綺麗だろう？今 YouTube だから余計綺麗に見えてると思う、みんな。前回よりね。やっぱ YouTube さんは綺麗ですよね、絵が。ないよ。何もない、この部屋。本当に何もないの？本当に何もなさげだよね。というわけで、下に落ちるか。分かってるけどびっくりするよね。分かっていたはずなのに、そして暗い。分からない。
ここはどこだ？何か明かりはないのか。全然どういう状態だ、これ。壁？壁か。分かってても音で驚くね。わら。びっくりするね。びっくりするよね。わからん。これ全部壁？私の画面が反射してて見づらいだけ？いや、見えないよね。なんだこれは。あ、なんかある。愛する私の赤ちゃんへ。まだこの世に生まれてきていないけど、もうあなたの存在を感じているわ。これってすごいことよ。自分がどれだけ幸運なのか信じられないくらい。一年前の私には才能と野心しかなかった。それなのに今信じられないことに、キャリアと愛する夫、そしてあなたを手に入れた。今までの私は信心深い方ではなかったわ。きっと他の人たちが教会に求めるのと同じものを、私は自分の才能に見出していたのね。でも今は何か人知を超える存在に見守られている気がしてならないの。以前の私は音楽家として成功できるはずないって言われていた。それが今、私は国中をコンサートで飛び回り、大きな会場をいつも満員にしている。それに私は気難しい性格だから、運命の人に巡り会えるはずがないとも言われたわ。でもそれも外れ。あの医者には子供を産むことはできないだろうって言われたわ。だけど今、私の中にはあなたがいる。きっと私は世界一せ、し、噛んじゃった。一番いいところで。きっと私は世界一幸せな女性なんだわ。大好きよ。ああ、いい話だ。いい話だよ。すごいね。これはどこだ？あ、道変わってる？道変わってる気がするんだけど。あっちもあるし、こっちもあるのか。あっちもあるし、こっちもあるのか。あの絵が怖かった気がするんだよな。あいつ、怖かった気がするんだよな、なんか。ドゥンってでっかくなった気がするんだよな。こっちは？でも一応そのルーティン踏まなきゃダメかな。怖いんだよな。わかってるんだけど怖いんだよな。落ち着こう。ハーブティー、落ち着くお茶を持ってきてます。心が落ち着くっていうハーブティーやね。落ち着け、自分。こっちがゴール？ドキドキ。違う。こっちゴールじゃないわ。ホコリネズミめ。肺の中にまでグロテスクな害獣ども。見るたびに増えていく。そうか。これがあったかどっちにしても取りに来た方が良かったんだな。これで、振り向くと多分怖いんだよ。確かそうなんだよ。記憶が確かならば。行くよ、みんな。あ、違った、違った、違った。違った。でも怖いよね。ゆうちゃんはあの怖かったのどこだろう。わらわらわら。ごめん、違った。この辺にもまだあるのかな？なんか拾うべきもの。あー、近づくと、なんか怖いんだけど。なんかあるな。絵があるな。絵があるけど。絵があるけど、物はないか。なんか引っかかってるでしょ。これは棚？記憶は確かではなかった。わら。ね。確かではなかったわ。でもなんかそんなシーンがあった気がしたのよね。家の中の カタンって音にびっくりするんだけど、さっきから。
これって、ん？何？何？来なかったっけ？来なかったっけ？来なかったっけ？うぃー！近づいた！ 今だった。今だったか。びっくりするんじゃこら。もう一周ぐらいこの部屋しとこうかな。明るくなったし。なんかあるかもしれない。前回多分、この絵にいっぱいいっぱい近づいてたんだろうな。電気つけた瞬間に。壁がつぎはぎだったのか。ですね。この絵がどういったところにも何もないですね。わらわらわら。今でした。この絵の裏も何もないですね。ょ。じゃあ上に行くか。怖いんだよね。なんか絵って怖いよね。変わったいよね。この壁とかにもたまにいろいろ貼ってあるから、この辺も見逃せないのよね。お、なんか書いてあった。お。雨季、木の穴に飛び込め。どういうことだ？穴？穴なんてなかったよね。穴なんてないよね。これももう押せないし。レバーがある。嫌な感じ。今は何もない。レバーを引けということですね。このクリックしただけじゃ開く、なんか引けないところも憎いよね。自分でちゃんと押さないといけないっていう。いきます。さっきの部屋に戻ったのかな？下行っても変わってないかな？変わってないっぽいな。あ、なるほど。おっちゃんに変わってるのね、ここが。ここがおっちゃんに変わってて、穴？穴なんてあんのかな？嫌な感じ。さっきのぬいぐるみが。ぬいぐるみ？お人形？お人形が、シカちゃんの上に。なんか変わってる？なんか増えてます？何も増えてなさげよね。あ、しまった。閉まっちゃった。閉まっちゃってよかったのかな。どこに何が増えたんだろう。この辺も増えてない。この辺も増えてない。怖っ。とりあえず回しとく。別に特にこれ何もないんだよな、確か。
地球儀結構出てくるけど、地球儀謎だったんだよな、全部。回せるけど、特に何もないっていう。この棚の上も何もない。あ、ここ開くのか。ここ開くってことは向こうに行くんだよな、きっと。こっちも穴が増えてる？増えてなさげー。読めそうだけど読めない。何もない。そして、こないにも何もない。よし、じゃあ、向こうの扉に入るか。これ何だったっけな。覚えてないな。壊れてるね。閉まっちゃったね。はい、戻れない。あー、なんかそうだ。なんか顔が微妙に二人ずつ重なってる。なんか気持ち悪い絵だった。そうだそうだ。だからといって何があったのか私にはわからないが。口開いちゃうよね、こういう時。口開いちゃわない？開いちゃわない？ なんだっけな、ここ。はい、なんですか？なんでしゃろう？よいしょ。開いちゃうねー。嘘を塗り固めろ。なるほど。Now, a tiny ほん bit のと少the しだけど left. 左。Yes, そう、それ just で like いい。that. Hold that pose. そのまま、Wanna そのま get まだよ。そ all の those 美しい lovely カーブ curves を just 正確に写し取りたいんだ。奥さんかな。I'm not that round. ってこと？開くなー、わら。開いちゃうねーって。どういうこと？調べていい？ なぜか和訳出てこないんだけど。ちょっと待ってね。英語。よいしょ。テキスト入力。アイム。もっと。私はない。ざっと。私はそうではありません。綴り合ってると思うんだけどな。私はそのラウンドではない。ラウンド？そのデッサンは、そのデッサンの絵はないのかな？どういうことだろう？もしかしてこれが出てきた。ラウンド。円形なのか？ でもあれ？これ W？U だと思ったけど。ラウンドでも円形でもない。円形？
円形丸っこい丸やかぐるりと。曲線が違うって言ってんの？どういうことだろう？どういうことだろう？一周なのか。一周なのか何なのか。わかんないな。和訳班。和訳班、はよ。戻ったら何かあるのかな。これ何だったんだろう。これが何かわからない。そしてやっぱ開かない。私そんなんじゃないってことかな。君のそのカーブがいいって言ってたから今。そんなの私じゃないってことかな。よいしょ。ん？これ帰ってきたの？違うな。今来たから前後関係わかんないけど、私はそのあたりにいないってこと？アラウンドってこと？私そんなんじゃない的な感じだよね、でもきっと。妻の走り書きであろう。変わってた。開いちゃったけど。開いちゃったけど、入り口、あそこだけ？そこだけっぽいな。とりあえずこの部屋をしっかり調べよう。にゃん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 にゃ
しかも私が言ったのにゃーだったな。よいしょ。これ誰？これも自分？なんかある。なんかあるけど。よいしょ。キーキー叫ぶ放火魔。金切り声がこだまする。誰も奴らを止められない。簡単にやられてたまるか。ネズミちゃんに対しては強いな、本当に。思いがね。なんでネズミなんだろう。にゃん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 。いたいた、いた、いたぞ、いたぞ。炎の中に入ってた気がするな。ああ、でも、放火魔だから。うーん。うおー、出てきた、出てきた、びっくりした。あなたは誰？あなたは誰？この中調べられるの？調べられないか。暖炉を調べる前に、暖炉を調べる前にこっち。にゃんにゃんにゃん。キー。キーキーキー。キーキーキー。何もない。よし。そして、何もない。よし。お、あそこにまたいる。こいつがいる。名前忘れちゃったけど。ラウンドに丸々と太ったって意味があったから、私は太ってないとかかな。あー、そんなにデブじゃないと。あー、でも奥さん、あれだもんね、歌手だもんね。そうかもしれないわ。気難しいって言ってたしね。そういうことか。君のその曲線がいいよって言ったけど、曲線なんかないわ、このってことか。つまちゃん。あのロープは？よく調べられないか。じゃあ、暖炉にネズミが行ってるんで暖炉に行きたいと思います。なんかありそうな予感、ムンムンする。あなたは誰？ふぃー、やっぱり来たー。いなくなっちゃった。何があった？本が投げ込まれたのか。そういうことか。なんか前回もこれでびっくりした覚えがあるな。
しかも丸焦げで何にもないし、びっくりさせるだけで何にもないし、この宝箱とか開かないわけ？開かないっぽいな。すごい覗いちゃったし。垂れてるし、泣いてるし。くそー。何もないのか。何もないのか。収穫が何もないぞ。せめて収穫をよこせ。何か。何か私に収穫をよこせ。何もないんですけど。篠田さんが驚かないところはない。ほら。驚いてもいいからさ、せめてさ、前回と違う結末を私にくれ。なんか、時間がある人は一周目と見返してみてください。見比べてみてください。私がちょっとでも違うところで驚いてるかどうか試してください。そうすれば私も2周目をやって報われる気がします。今のをやったからなんか増えてたりしないの？しないの？今回全部さ、こと細かに見ていくってなるとさ、怖いって言って通り過ぎたところとかをちゃんとやんなきゃいけないってことでしょ？すごい嫌な感じ。これもそれもすべてさ、タテディがさ、2周目どころか1周目すらクリアしないからいけないと思うんだよな。それ、タテディがやってくれればさ、2周目をやる必要性はない気がするんだよ。エンディング違うの見れそうだから。まあ、エンディングが何個あるかわかんないけどね。そうだ、ジャンプできないんだ。すごい今、ジャンプしようとスペースキーをしてた。じゃあ戻るか。何もなかった、この部屋。はい、戻ったよ。こっちに戻れるの？はい、戻れません。あ、棚がある。棚見えないよ、これ。よかった、棚だって気づいて。なんかある？なんもない。なんもないか。よし。次。この間、君が手紙に書いて起こした件だが、そう悩むことはないよ。子供を産んだ後、女ってのは妙な振る舞いをするものなんだ。ホルモンバランスの不調ってやつさ。うちも最初のこの時は、バレリーはひどく憂鬱になってたよ。昼飯に何が食いたいかって聞いたら、急にボロボロ泣き出したりな。そばにいてやればいいんだ。そのうち落ち着くさ。さて、何があろうと君を急かしたりしないと約束したことは覚えてる。久しぶりの休暇を楽しんでくれ。だが、一応耳に入れておこうと思ってな。俺んとこの電話はじゃんじゃん鳴りっぱなしで、手数料もウハウハ状態だ。君は大人げない、ん？君は大人気なんだよ。相棒。前回もこれ大人げないって呼んだ気がするな。君は大人、大人気なんだよ。また大人って言っちゃった。相棒。鉄は熱いうちに打った方がいいかもな。けどまあ、もちろん家族の方が大切だからな。君の友人、そしてエージェントより。トマス・コールドウェル。あれ？さっきの赤ずきんちゃんくれた友達かな？まあね、奥さんのためにちょっと産休取ってあげてくれよ。よいしょ。女の私からもお願いしておくよ。きっと奥さん大変だと思うよ。今日、他は？これはない。ここは？ここも特にない。上は？そういえば屋根とかあんまり見てなかったな。いいかな？屋根には何もないか。窓は？でも窓あってもな。さっき、最初にびっくりしたからな。こんなもんか。棚他にないよね。あの棚本当わかんないよな。これ棚じゃないよね。大丈夫だ。壁だね。じゃあ行こうか。泣き声しますがな。奥さん泣いてますがな。何も変わってなかった。
このね、泣く声嫌いなんですよね。怖いんですよね。開かない、よかった。開かない。ああ、記憶の彼方が。よいしょ。Hello. ねえ、そろそろ話をするべきじゃないかしら。そう思わない？ I mean, I've seen you in my house so many times, あなたを見かけてた。And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. 今の今まではね。え、待って待って待って。なんかさ、2週目になって気づいてきた。さっきさ、絵にさ、あれ女の人2人いなかったっけ？こやつ。え？これ奥さんとの子供ちゃんと。こやつ。え、二股してる？旦那さん。え、違う？今の確実に妻じゃないよね。一周目の時あんまり思わなかったけど。あれ、メイドさんだよね、きっと。だから余計話がこじれてるのかな？俺の部屋に入るなとか。なんか、一周目も最後の方、微妙に、これ妻のセリフじゃないよねってのあった気はしたけど、そういうこと？そういうことなの？これ、おっちゃん、妻火事に遭っただけじゃなくって、もしかして不倫して泣かしてる？あ、だからさっきのあの結婚生活の、どうのこうのがあるのかな？一周目も別の女性がいるかもって疑惑はあったね。あったよね。そうそうそう。あったよね。あー、これ二つある？そう思ってからこれを見るとすごい嫌な感じがするけど。あ、でもこれ娘が二人か。娘二人と、一人倒れてるね。どうなんだろう。これ多分旦那さんだよね。娘は一人しかいないはずなんだよな。こっち開かないのか。これは関係ない。ここまで来て、なんか変わってたりする？戻ると道が変わってるとかもあるんだよね。でもまあ、開かないドアは開かない。開かない。このドアの中に奥さんいるっぽいな。フラグ回収してますか？こんばんは。フラグ回収してるつもりだよ。つもりだけど、とりあえず、どうなんだろう。ちょっとね、わかんない。フラグ回収しきれてないかもしれない。一応、こと細かに蝶を見ているつもりではあるけど。でもまあ、私のつもりだからな。もういけない。一周目は、一周目っていうか、この一回目？一回目は結構、一回目？第一章？第一章は結構イージーモードだよね、確か。パプリカが一番気になるんだよね、前から。パプリカの瓶詰めってなんだ？パプリカ粉？パプリカパウダー？何？この辺に、よいしょー。明るさの設定をする画面でさ、この肖像画が微妙に見えるぐらいで設定してくださいって書いてあるから、明るさはこれで合ってるはずなんだけど。物の回収がな、ちゃんとできてるか不安だな。一応ね、前回よりね、ネズミとか、あと写真とか増やしたいと思ってるんだけど。まだ、こう、コース変わるような段階ではなさげかなぁと、勝手に思っているけど。でも、ネズミのね、チラシ、よくこういう壁の中に置いてあるんだよね。何？
なんか今、キランってしなかった？光の角度。でも、回収で決まるルート分岐ってわけでもないからね。あ、そうなんだ。まあ、ルート分岐振り返ったらとか、そういうのが多いって、前回言ってたもんね、戻ったらとか。まあ、一応、教えてもらわない体で、どれだけ変えられるかを 試していこうと思うよ。とりあえずね、一周目と同じところで結局びっくりしちゃってる気はする。そうなんでしょ、そうなんでしょって言って違ったって言ってさらに来るみたいなね。ないね、ないね。ネタバレはしないけど前回と違う行動しないとね、そうそう。だから結構さっきから戻ったりはしてるんだけど、大してやっぱまだないっすね。戻ったり振り向いたり。まあ前回はね、まだ一周目だったから、そんなに戻ったりしなくても前に進めって感じだったけど、今回はね、変えていかなきゃいけないからね。まあコメント戻ってもらえばわかるけど、みんなもね、同じエンディングとか悲しみって言ってたから、悲しみにならないように。みんなの時間をね、いただいちゃってるからね、これ。まあ、今ここで戻っても何にもないだろうけど。やっぱり何もないですね。でも写真、せめてね、アルバム、前回のアルバムめっちゃ寂しかったから、アルバムは増やしたい。なんだい？最初が肝心。そっか、最初が肝心か。戻ってみようかな。戻れなかった。みんな、2周目のキャを待ってるんやろ？ 2 周目のキャが、だから、ニューキャがないんだよね、多分。今のところ多分、旧キャと一緒のところでキャって言ってるだけなんだよね。ニューキャが、ニューキャがない。入荷したニューキャがない。最初が肝心って言われてもな。あー。やたらめったら怖かった気がするんだよな。頑張るか。バナナ怖い。バナナ怖い。バナナ怖い。なんか、ね。あれ、これ何もしなくても始まるんだっけ？こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。え、何もしなくても始まるんでしたっけ？あ、何もしなくても始まるんだっけ？やだー。あ、ちょ。え、あそこ。あそこの中に何かあったっけ？でも呼んでるから入った方がいいのかな？その前にいろいろ回収した方がいいよね。回収しよう。回収探そう。回収だ。あった。よいしょ。あるじゃないか。ミンチネズミめ、ゴリゴリボリボリバラバラの死体。私を飢えさせる気か。吐き気が止まらない。これは前回受け取らなかった気がする。どうも、声優の篠田由香と申します。今、初めて見てくださっている方、いますでしょうか？ホラーゲームなんですが、みんなで喋りながら、気分を紛らわしながら行きたいんで、みんな、ぜひ話しかけてください。普通なら、いつもは水曜日8時から、マルチでボカンという番組を、私、声優篠田由香と、同じ事務所の声優丸山エレキさんと、あと、声優じゃない、ライターのタテディと3人でやっています。水曜日以外に、私とエレキさんとタテディがそれぞれ、好きな時に、こうして一人でボカンと言って、一人でボカンしてます。配信だね。
エレキさんは今、別媒体ですね。ツイッチの方で、ドラクエ3の配信してるのかな。で、タテディは金掘ってるのかな。タテディが金掘ってるのは、スイッチと YouTube だっけ？スイッチとフレッシュだっけ？わかんない。ちょっと、どっちか。で、私は、YouTube で、今日から、ホラーゲームの2周目を始めました。ここで、レイヤーズ・オブ・フィアーって言うんですが、1周目が見たい方は、フレッシュの方のマルチで僕のチャンネル行ってください。そちらに1周目があります。多分、全4回か5回だと思います。わかってたのに、ここ確かこうやって暗くなるってわかってたのに。わかってたのに、くそー、タイミングがわかんないからびっくりするじゃないか。わらわらわら。この演出わかってたのに。こんな演出なんとなく覚えてたのに。何もない。何もない。どこにも何もない。こんな演出ありましたね。ありましたよ。こんな演出なんか覚えてたんですよ。びっくりするやつだなって。何がどんどんいってるの？何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 がどんどんいってるの？え？え？何がどんどんいってるの？でもどっちにしてもあっちの奥の部屋行ってないよね。いけるのかな？どこだ？ドアないのかな？どこだ？今私は何を焼けた？こっちがそれでしょ？で、こっちがドアのはずだけど、ドアダメなのか。そしてどんどん行ってんのあのドアか。ドアを叩かれてるのか。怖いからやめてください。ドア叩くの怖いんでやめてもらえませんか？ドア開かないじゃん。どういうこと？どういうこと？どこ？どこ？どこ？怖っ、怖っ。どこ？わかんない。First, まず I'd 最初 look にキ for a ャンバスを探 canvas, した。そこらにある not 普通のキャ just ンバスじゃ any 意味がない。canvas. I had to find a ナイknife, フが必要になった。not one of ブレッ those ドナイ brick フじゃダメ ones. だ。カ It ミソリ needed のとようべな鋭いやつ sharp に as なあければ。razor. So I used a razor, in 実際使っ fact. たのはカミソリだ。Then, そして carefully 慎重に皮 flayed the を剥いだの skin. さ。Booze helped keep my hand 酒が steady. 手の震えを止めてくれた。はい。というわけでね。このゲームは画材を探していくんですが、絵を作るために。とても嫌な感じですね。これでドアが開くかな。明らかに、多分、奥さんのパーツだと思うんだけどな。でもさっきの、他の女の匂わせるやつもあるから、他の女何なんだろう。他の女の謎解きたいな。もう他に何もないかな。ない、大丈夫、大丈夫。取りこぼしないで。平気ね、平気ね。聞くのね、しかも。見えないんだけど、向こうが。不親切。開かない。というわけで、これで一周戻ってきました。これで、セーブができます。てか、セーブ勝手にされます。で、最初とはだいぶ部屋が違いますね。ちょっと見ていきましょうか。はい。これが私が一周目で集めてきた
ものですね。すでになんか取りこぼしあるのかな？そういうこと？すでに取りこぼしがあるってこと？ 1、2、3、4。4枚目だから。それとも、おつ、ありがとう。取りこぼしたりないのかな？で、手紙もこうやってファイリングされていくんで。前回ね、この1周目に集めたもの以降が全然増えなくてだね。とても悲しい思いをしたので、今回はこの辺をちゃんと拾えるように頑張っていきたいです。よいしょ。あれでも一番最初こんな殺風景だったっけ？で、ネズミちゃんシリーズもね、ここにこう飾られていくんですよね。今回3枚。前回2枚だった気がするんだよな。こっちの一番上にあるあれ。これが多分前回見つからなかったと思うんだよね。もう終わりか。続きも早く見たい。私の体力が持たないので今日は終わりにするよ。あとは、手紙がちょっと増えてるはず。憎い。今でも喪失。当然の報いだわ。終わらせるの。憎いと今でもが増えたかな？いや、今でもが増えたのかな？これが何によって増えていくかちょっとわかんないんだよな。よいしょ。まだある。深呼吸して思い出せ。お前はプロだろ？大変なのは最初のほんの数筆だけ。あとは勢いのまま進めるだけだ。難しいことは何もないだろ？いやー、そう言ってもさ、いろんな人がさ、言うけどさ、難しいよ。頭で考えるなって言われても考えちゃうよ。形のない夢。それは二人の夢がってこと？どういうことだろう。まだ開いてないのか。んで、ここの中にも何かあるのかな。まさに。この上の段は開かない。というわけで、画材を入れていきたいと思います。今拾ってきたのは、キャンバス、肌ですな。いきます。これは前回と一緒なのかな？そんなに違いがないとは思います。で、これを繰り返していくことによって描かれる絵が変わっていくのかどうかはわかんないけど、前回は私は単なる自分の自画像で終わったのかな？この画家先生の。それがどうやら違うエンディングがあるらしいということで、そのエンディングを求めて頑張っていきたいと思います。でね、一周終わるとこうして、画材が来まして、何を拾ったかっていうのがわかるのと、あと後ろに文字があります。この文字はさっきこのキャンバスを手に入れた時と一緒かな。まず最初にキャンバスを探した。そこらにある普通のキャンバスじゃ意味がない。ナイフが必要になった。ブレッドナイフじゃダメだ。カミソリのような鋭いやつでなければ。実際使ったのはカミソリだ。そして慎重に皮膚を剥いだのさ。酒が手の震えを止めてくれた。ということで。フラミンゴに見える。あ、私もフラミンゴに見える。なんか鳥っぽいよね。これがおそらくセーブと同じ役割を果たしてくれているので、ここまでノンストップで来なきゃいけないっていう感じでね。来ましたが、はい。配信の一番最初の方はちょっとね、いろいろと不手際がありましたが、皆様ありがとうございました。私のお家の Wi-Fi がどうやったら機嫌が良くなってくれるのか、私にはちょっとわからないんで、毎回ちょっとね、最初は設定に入っちゃうかもしれませんが、次回以降も続けていきたいと思いますので、こちらのチャンネル登録などよろしくお願いします。評価も高評価つけてくれても構わないんだぜ。みんなにこのチャンネル宣伝してくれても構わないんだぜ。いろんな活動をしていますが、とにかく、下にある、Twitter のフォローなど、いろいろよろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。篠田さん、ありがとうございます。というわけで、レイヤーズ・オブ・フィアー2週目の第1回、こちらで終わりにしていきたいと思います。皆様ありがとうございました。また次回は不定期でやっていきますので、こちらの配信の方、フォローしといてくださると、通知が行くと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この後、マイクラ3時間でしょ？できない。 それは無理だ。 というわけで、こちらはね、これで、切っていきたいと思います。はい。おつなすとお疲れ様でした。ありがとうございます。皆様も、何か楽しくやってください。いろんなゲーム。マルチで母艦は毎週水曜日20時から、
私、篠田由香、そして丸山エリキさん、今ね、お伝えしていましたね。そして、縦に3人で配信しています。今はね、マイクラとか、あと、フォートナイトとか、あと、ディシートとか、いろんなものやっていますので、ぜひよろしくお願いします。どのゲームも参加者募集していますので、その都度その都度、ぜひ一緒に参加してください。おちセクシー、セクシーだった?では皆様ありがとうございました。よいしょ、帰っていきまーす。